イエバイはイエバイ科に属すハエの一種。世界に広く分布し、名の通り人家に多く発生し、人が暮らす多くの場所で最も目につくハエの一つである。人の排泄物や腐った食物などを好み、多くの感染症を媒介する。体長は4から9ミリメートル程度、体長は13から15ミリメートル程度。メスは特に大きさが多様であり、 高緯度になるに従い大型化する傾向が見られる。他のイエバエ類と同様、オスは頭部中央部で複眼が挨拶するが、メスでは明瞭に分離する。後期は液体を吸す,するという祭事様式によく適応している。全体に灰色で胸部背面に黒色体を4畳備える。腹部は木ぶり大脇が泡褐色で、背面には1本の黒状が重装する。 成虫の寿命は約1ヶ月で50から150個の卵塊を4から5回産む。卵期間は0.5から1日、幼虫期間は約7日、さなぎ期間は約4日で産卵から成虫が羽化するまでおよそ12日間を要する。成虫で越冬し、条件が揃えば年に何度も発生を繰り返す。なお、卵の表面には、 グラム陰性眼菌のクレブシエラオキシとかクレブシエラオクジーとかが共生しており、栄養児を競合によって、心菌の増殖を抑制しているとの研究がある。エバエの成長過程家バへの幼虫。尖っている側に黒く見えるのがアゴ。幅広い側にある黒色の2点はン。生ゴミや家畜の糞を好む。近年は畜産施設やゴミ処理場で発生することがある。 おそらく世界で最も広範囲へ拡散した昆虫種の一つであり、人が生活している場所であれば、ほぼどの地域にも見られる。なお、原産地は中東と推定されている。病原性大腸菌 O-157 を媒介することが知られる。有機ゴミを分解して、動物性タンパク質を生成する効率に優れている。ことから、旧ソ連では、有人火星探査にあたって、 乗組員の糞便の処理と食料確保のために家庭を用いる計画が存在していた。現在は飼育に適応した系統を引き継ぎ、日本の企業、ムスカが養殖事業を手掛けている。旧ソ連時代からの選別後輩は2020年時点で50年以上に及ぶ。ありがとうございます。